じゃじゃーん。見えますこれ。ほぼミミズじゃないですかこれ。こんな感じ。見えるかな。ちょっとこのひらひらがうまいこと誘って釣れたりしないかな。こんだけ釣ってるからね。釣れちゃってる可能性も大だけど。全然反応なしですね。ちょっと残念だなこれ。釣れるかなと思ったんだけど。この流れのないところはちょっとダメかもしれないですね。この結局動かない。でも来てる。動かないじゃないですか。だから。流れのあるとこだったら、その流れでこう、うねうねしてくれる。あ、ちょっと、あ、くそ。釣れてた。釣れるんじゃねえかって話をしようとしたら、なんか釣れてたっていうね。あれ。やっぱね、難しいんですよ。これ、軽すぎてね。ね。やっぱ今、スイッチ入っちゃってる状態。もしかしたら、あ、なんかでかいの。あ、くそ、惜しい。くれ、くれ、くれ。でかすぎるのか。見切ってる、見切ってる。見てる、見てる、見てるけど食わねえ。でかすぎんだな。よしよし、わかったわかった。ちょっとちぎってやろう。このうねうねを残しつつ、半分ぐらいに切ってやって、飛ばなくなっちゃうかな。どうす。針が大きすぎて、くっそ、やっぱ一気に飲み込め飲まないんですよね。あの警戒してるのか、それともあれって思ってんのか、なんかちげぞみたいな。惜しい。いや今のは結構ね騙したんですよ。あの中がね、あ、くそ、まだ大きいんだなこれな多分。ワームっぽくちょっとちょんちょんってこう誘ってやって、うわ惜しい。ちょっと焦ったな。くっそー、ちょっと面白いぞこれ。そのやっぱ騙して釣るっていう、やっぱルアーの醍醐味ですよね。いかにこのブルーギルとはいえ、あ、くそ。
ほわっしちょっとこれで一匹釣りてぇな。外れちゃったけど、釣れましたね。よいしょ。ああ、釣れたよこれ。いや、あのちょっとね、肉片が残ってるからね、ミミズのね、匂いがちょっとついてるっていうのあんだけど、まあちょっとインチキだけど、よいしょ。まあ釣れましたね。とりあえず。魚がいなくなっちゃったな。なんでだ。来た。あ、取れた。やっぱかかりが浅い。かかりが浅いけど、これでも釣れる。ダメだ。時間の無駄だね。釣れる方がいいや。やっぱり。どうなんですかね、これにもっと匂いをつければ釣れる可能性ありますよね。ミミズの匂いなり、なんかガルプとか。14時10分ですね。つってかな、ピーチクパーチクがうるさいけど、ちょっとね、いろいろと試してみたいね。今日一ぐらいじゃないですか。コテカメ。よし、こっちはでかいの溜まってるのかな。さっきもね、ちょっとでかめの当たりだったから。ああ、いるね。いる。でっけえのいる。なんだあれは。コイかな。コイだな、あの動きはね。その奥にもコイ。鯉だね。鯉いるんだね。いるだろうな、さすがに。あ、そこも出てるしね。ちょっとあの鯉狙ってみようか。でっかいのつけて。あ、ちょっとね、遠いんですよね。あっちの奥なんで、あ、届いた。いや、それでも。あ、マジで食った。おっと、下跳ねる。違うのが跳ねてる。やーべーぞこれは。うわ、タモ用意してね。うわ、そっち行かないで、そっち行かないで、そっち行かないでくれ。うわやばい。そう、ちょっと一回なんちゃ大変だよ。なんちゃ、もう行った。足場が悪いからね。絡んでる。ちょっと辛いね。取りたいな。ちょっと一回フリーするか。結構でかいよ。70ぐらいあるかな。60。
ーは切れないにしてもリーダーがね、2号ちょっとやばいっすよね。でちょっと背中によいしょ、タモが取れるかな。どうした、まあ、必要かどうかわからないけど、それは強い人取れるかどうか、途中で切れちゃう可能性もあるから、あのとこ届かねえとか言いつつ届いちゃって、でそれでですねでちょうどね、勝負だクッキーを吸わしちゃえば、ちょっと声出てきたんです、出てきた、ちょっとよし、ちょっと待ってね、外してあげるから、入ってね、めっちゃ筋トレ重い、はい、はい、でかい2号で上がったよ、シマノのねスコーピオン XLT のいつだったっけ、2650FF、 FF じゃなかったらちょっとやばかった、あとステラね、昔のステラ初代かな、ごめんごめん、ステラ入ってたからね、なんで64ですね、じゃあそのままこれね、小さいやつこれまだ小さいやつです、さっき2匹3匹ぐらい見たんだけど一番小さいやつ、超筋トレだった、まさかタモ使うと思わなかったからね、写真撮るの忘れてた、すごかったね、あのちょうど木が垂れ下がってるとこあるじゃないですか、あれの奥に4匹ぐらい溜まってたんですよ、でまああわよくばって感じだったんだけど、それが届いちゃってで届いて落ちた瞬間にやっぱもうスーッて寄ってきてパクって食って、そしたら周りのやつが一斉に暴れだしてね、違うやつが跳ねたりとかね、はあ、疲れた、とりあえず今日もう濃い濃い釣れたからいいかな、ここでちょっと
違うところも行ってみたいんですよね、正直ね。流れのところはもうあれにしても、テトラとかもまだあるし、ミミズあればなんとかなりそうなとこ結構多いんですよね。あと橋の下ね。さあ行きますか。いやでもまさかね、ミミズで食ってくるとは。僕的には釣れる瞬間が見えた、要は食う瞬間が見えたんですけど、映像的にはちょっとワイドなんで、うん、ちょっと難しかったかも。ちょっと釣りをね楽しみたいですね、せっかくでも休みなんで、うん、ピカチュウピカチュウバス、危ねえ、ゲットだぜ。いいっすねあそこの席のところちょっと試してみたいのもあるんだけど、で、ね、玉がそれこそアライグマいたからね大変でしたよ、アライグマ池荒らされて。さあ来ましたよ、あそこのたまりだよね、なんとなく。その辺ちょっと試してみたいね、夏って感じのポイントだけど、まあいっか。ここも一応ですね、ノーシンカーで流していこうと思います。あ、そもそもなんていうか、その浅川にスモールがいる、あ、そんな水冷たくないですねいるのかっていうのも調べたかったっていうのがあるんですけど、流して、あ、びっくりした、一瞬、あ、速攻できたかと思った。返しねえぞもしかして返しないやつつけてたかも。だからさっきスルスルあのギルがスポスポ抜けてたのかな。ちょっとやばいな釣れても外れる可能性ある。でもよく声かかったまま外れなかったな。なんかちょっとね季節感が違うんですよね。ただちょっと試しにね投げてみて、夏とか良さそうですよね、もしいれば。なんか引っ張った、引っ張った。さあということで、ここで釣ろうと思ってたんですけど、せっかくねあんなブルーギルをね釣りまくってたからね、釣れんじゃねえかなぐらいの感じで、よし、そのままのタックルでいっちゃいます。結構ね大きめのオイカーとかがいるんですよね。ミニスで食ってくるかどうかわかんないけど、ズーナマちゃんもね結構いたりするんで、外れたのかな。外れた。あれ、どこ行った。外れちゃいましたね。これ針がダメだった。
あの返しがないんですよこれ返しがない、あの魚には優しいんだけど返しがないからね、釣れた時にうわこれ失敗だったな、もうあれまだいるね、あれまだ食うよ、だってちょっと待って、そこ見えるかな、あのちょっとへこんでるところの下よりちょっと上っていうかにいるんですよ、60センチぐらいかな、ルアーで釣りたいね、ちょっともう一回釣れてみるか、取り込みが結構あそこのね斜めのところがちょっとやばいんですわ、だから一番向こうまで回ってって浅いところまで持っていければ、もう一回チャレンジします、鯉は速攻で逃げますね、あの鯉結構でかい、70センチぐらい、7、80あるけど、でよいしょ、あ、ダメだ、お前ダメ、お前口ダメ、お前口ダメお前口ダメ、危ねえ、いや、釣れてもいいんだけど回収が、そうじゃさすがにね、対処し、さっきの64ですが結構引いたからね、もうちょい気づか、気づかねえ、もうちょい色出して振り込んで、あ、ダメだダメ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 、お前がお前口ダメ、ズー生ちゃんに食わしたい、逃げられた、うわくっそー、もうダメか、すれちゃったか、うちの及川くんたちは釣れるんでしょうか、及川くんはもうちょっと針小さくないとダメかな、こいつもちょっと引くな、ってことで、重い、あんま無理しないで、2号だからね、空気をつぶさしといて、ドラッグがいい感じに出てる、筋トレはいいよ、ここならよいしょ、いやでもミミズ食うんだよね、鯉が、まあ、食うっちゃ食うよね、玉川の鯉なかなかミミズに反応しないんですよ、だからよっぽど擦れてないんだろうね、飲まれてないけどトイレ切れば大丈夫かな、じゃあこっちにおいで、結構でかい、
56、お開きの55。ちょっと朝方の流れてってちょうどいいね。でかい。そして帰っていこう。そう、こうやっぱね、下の方枯れちゃってて。よし、これお土産もゲット。とりあえずここで魚が釣れたね。うん、ちょっとズズナマちゃん逃しちゃったのも悲しいけどね。ということで今回はね、ちょっと鯉とプロイギルしか釣れなかったんですけど、また頑張って違う魚釣っていきたいと思います。はい、ではご視聴ありがとうございました。